はい、どうも、ひろとします。今回の動画は、最強サンメシおすすめスキル紹介やっていこうと思います。ぜひね、皆さん、追加スキル迷っている方多いと思うんで、参考にしていってください。まあ、基本的にフレもやってたんだけど、猛者の方たちとね、練習させていただいて、それぞれ2、3試合ずつね、交代して、飯使ってったんだけど、やっぱりね、どのメッシも特徴があって、順位付けできないぐらい全員強いね。マジで楽しいわ。で、基本的にメッシはもう右ウィング、右サイド固定で使ってますね。若メッシの場合は右のセカンドトップ起用で使ってます。まあ、ここら辺のおすすめ起用法なんかは昨日上げた動画見てもらえればわかると思うんで、ぜひそちらも見ていってください。じゃあね、早速おすすめ追加スキル紹介していきます。まずはキングメッシ。今、闘争心、足裏コントロール、アウトスピンキック。この3つつけてるんだけど、あとつけようと思ってるのがヒールトリック、ピンポイントクロス。この2つだね。メッシはもうスキルが完成されてるんで、まあ、そういう細々としたちょっとあったら便利かなっていうスキルを追加するのがおすすめです。他につけるとしたらヒールトリックなしでスパサブライジングシュートとかここら辺になるのかな。続いて神の子、今はピンクのライジングつけてるんだけど、やっぱねライジング追加してあげるとキック力決定力高いんで、すごい軌道で逆足でも打ってくれるんで、ね、ここはつけといた方がいいのかなと思います。なので、ピンクロ、ライジング、闘争心、足裏コントロール、アウトスピンキック。この5つを自分はつけようと思ってます。ライジングいらない方は、ヒールトリックか、スパサブ。まあ、このメッシ、スパサブはちょっともったいないんで、まあ、ヒールトリックがおすすめかな。で、最後、担い手メッシですね。まだスキル追加できてないんだけど、まあ、GP もないし、エラシコが全然出ないんで、まあ、エラシコ来たら完成させてあげようかなと思ってます。やっぱ足速い選手の特殊ダブルタッチは、すごく使用感いいんで、エラシコつけてあげたいのと、アウトスピン、ピンクロ、闘争心、ヒールトリック。この4つがおすすめですね。このメッシも結構スーパーサブもありなのかなと思っていて、その場合はヒールトリック抜いてスーパーサブがおすすめですね。やっぱ能力見ていくとね、このドリブル能力に出力90乗って、ビション97-99、まあ、スーパーサブでね身体能力系上がると思うんで、まあ、今回の3メッシの中だと一番スパサブが合う能力値なのかなと思うんで、ガットの枠に困ってる方は担い手スパサブも結構おすすめです。まあ、ということでね、昨日に引き続きメッシについて紹介していったんですけど、次からプレイ動画なんかも上げていくんでね、ぜひそちらもチェックしてください。ここまでご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。